ケボーン流走クール。こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、カタソルキャンペーンでもらえるカタソールです。はい、4月20日からスタートの、カタソールキャンペーン、騎士竜戦隊竜走者の騎士竜シリーズをどれか1個買うと、こちらが1つもらえます。僕は今日発売のね、こちらミルニードルを買ってこれをもらいました。はい、今回はね、小学生以下限定ではないみたいです。はい、それではね、開封していきたいと思います。はい、ということでこちらカタソールとなります。劇中でもねちょこちょこ出てますけども、はい、遊び方はこのように、ソウルモードからナイトモードに一発変形。はい、こちらのね頭のところがダイヤモンドのように硬そうなものになってますね。そしてナイトモードではダイヤモンドのように硬そうなコンボを持ってます。はい、こちらシールドの方の顔も頭がダイヤモンドみたいですね。はい、そして騎士竜王の頭として合体したり、竜走チェンジャーとか竜走剣にセットして対応音声が鳴ります。それではまずは竜走チェンジャー。はい、続いて竜走剣。はい、ということで今回はカタソールキャンペーンでもらえるカタソールをご紹介しました。はい、おもちゃ屋さんにね行ったらこのような竜ソールパーフェクトブックというのが置いてありまして、無料でもらえるんですけども、この中にね今まで出た竜ソールと、これから先に出る竜ソール、これもねちょっと紹介されてますんで見ていこうかなと思います。はい、この辺はね始まりの竜ソウルから、ブラック、そして強ソウル、増えソウルとかありまして、竜ソウルセット01、02、そしてこの下にですね、草ソウル、そしてブランクソウル。はい、これは竜ソウジャーがね、竜ソウバックルの横についている竜ソウルをセットするスロットが2つありますけども、あそこにいつもね2つ入っていて、これが、こういうねパワーを込めると様々な竜ソウルに変化するというね、この竜ソウ用の竜ソウルとかに変化するものみたいですね。始まりの竜ソウルというのはこのチェンジ用竜ソウルですね。レッド竜ソウルに覚醒する前の特別な竜ソウル。はい、なのでこの竜ソウジャーに変身用の竜ソウルは最初は始まりの竜ソウルになっていて、で竜ソウ用の竜ソウルは最初はブランクソウルになっているという感じですね。はい、で今後個体ソウルとかが食玩でラインナップされてますね。
で、このブランクソールはガシャポンで、今後ゲットできるみたいなんでね、ぜひこれはゲットしたいですね。はい、そして裏面は合体のいろいろ書いてありますね。この今回発売されたミルニードルがキシリュウオと合体してキシリュウオミルニードルになったり、まだちょっと出てきてないんで、あんまり見せられないですけども、キシリュウオファイブナイツとかになったりね。はい、これを次回ね、キシリュウオミルニードルやっていきたいと思います。はい、ということでね、今後出るリュウソウルもチェックしていきたいと思います。ということで、以上トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。 Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それではまたねー。